1番、久米と、3番、大久保の、2名が連勝で臨んできた、決勝戦。オッズ的にも、久米さんの、方が、やはり上。ここは、オッズから、3、大久保さんから、行く。大久保さんの位置取りに、期待する。久米さん、今回は、なんか、位置取りとか、ミスしてくれないかな。中段には2番の中川涼子。彼女本来3着4着成績は不満ですが、奮起を見せたいところです。中川の後ろからは3番、福岡の大久保佳林。連日力強いまくりで2連勝の勝ち上がりは3番大久保佳林です。5番の東京中村ゆかりがその後ろから、最後方6番荒川ひかりの周回で金が入っていきます。7番、1番、4番、2番、3番、5番、6番の展開。最後方の6番あるいは5番手の3番大久保が先に上昇。合わせて1番久米詩も2番手から踏み上げて、前受けの形の7番青木は後ろ前から下げるような感じですが、さあ少しもつれるような感じとなりまして、1番の久米詩ができて4番の奈良岡最高です。7番の青木、そして3番の大久保は3番手の横あたり、2番の中川その後ろにいます。後方が5番の中村ゆかりと6番の荒川ひかりですが、一気にダッシュを見せた3番車の大久保佳林が流すところ、1番久米詩の動きを封じて叩きました。この後ろ2番中川涼子が追走、1番の久米詩3番手に下げて6番の荒川と絡んでいきますが、3番手は取り切った内役の3選手抜け出して3番の大久保ですが、番手から2番の中川涼子、さらに1番の久米詩が突っ込んでくるが、直線は2番の中川涼子が優勝か。2番中川です。1番、山田が、強い。ただ、相手ラインは、地元、そう簡単に、生かすはずはない、はず。本戦は、1、山田から、地元ラインへ。山田の、ラインで決まる線も、そして、地元ラインの、ボックスも、一応買っておくことに、する。バックストレッチ先頭に立ちました。平川は山田の巻き返し待ちか。ガゼンスローペースで先頭2番の平川で残り1周半切っています。じわりと踏み込んでいく1番の山田、山田の追走3番鈴木龍之介、7番の鈴木英治、これに反応して最終ホームは2番の平川も踏み直す。1番の山田、そして3番の鈴木龍之介、2車でさあ2番の平川へと襲いかかってきます。最終周回、1番の山田先頭に変わって3番の鈴木龍之介が追走。叩かれた2番の平川は3番手で、この後4番鈴木博士、6番の星名、5番の村上の順、7番の鈴木英治は7番手です。先頭1番の山田、番手絶好となっている3番の鈴木龍之介、2番の平川が3番手から直線追い込んでくるが、さあ山田雄大、山田雄大だ、ゴール。2着3番の鈴木龍之介。3番金本が直近では断然。ここは6番には悪いが、相手は別線で勝負。もし6が来た場合は6の川締めも、これが来たらかなりでかい。7番の阿部博士は予選から2着2着の勝ち上がりの決勝進出です。3番手には2番蓮井勇気、直線の回転力に威力があります。中段には1番の山田義彦、連日2着ですがなかなかいい動きを見せます。5番の高津浩二が今日は連携、そして3番の金本翔太、6番手から上昇を見せますが、1番の山田がこれに合わすような作戦に出ますが、ここは抑えてきます。金が入りました。6番の池田博士がラインでマーク、さあ九州両者できりました。山田がスイッチ、そして5番の高津、四国勢は5番手以降に下げました。どうやら3番金本翔太の先行、そして6番の池田博士、ややすんなりの展開となりました。3番手キープは埼玉1番山田義彦です。そして5番の高津浩二、さあ地元の4番の篠原龍馬が5番手から豪快にまくってくる。一気にまくりきる勢いか。4番の篠原龍馬、地元の7番の阿部博士、そして2番の蓮勇気と四国勢が金本を封じた。さあ篠原龍馬バック先頭です。2番手7番おっと金本落車、3番6番九州の2名落車。さあ競争は5名、先頭は4番篠原龍馬、7番の阿部博士、地元高知勢ワンツーなりますか。その後ろから1番2番迫ってくるが、直線は篠原を知るか、1番の山田が迫ってこましたか。
調子のいい一番、伊藤。ただ、ここは短期。だが、むしろ、短期で、好きに、まくってくれた方が、いい方向に、出るのではないか。ということで、1、伊藤、本命相手は、4社の、4、5、6、7、この順番が、めちゃくちゃに、なってくれたら、最高。されています。4番高田望む先頭ですが、ジャン前一気の発進は2番の関根、反応する4番の高田ですが、関根が前を叩いて先頭主導権だ。しかし4番の高田も応戦ですが、3番の柏木がそれを抑え込むような格好で、そしてついていく1番の伊藤博樹、3番手の外。さあ先頭2番の関根健太郎の後ろがもつれる。柏木と4番の高田、そしてこの後ろ5番の菅和彦で溜めていく1番の伊藤博樹は外外踏んでいく展開で、さあ今日の進み具合はどうか。2番の関根健太郎先頭、1番の伊藤博樹、タフな競争ですが、さあ2番の関根と接近、100期の同期対決に外から5番の菅和彦が追い込む。しかし伊藤博樹、菅和彦、長い言うと氷、最後は3人広がっています。